君の脳直接届く魔王ソルのプライムです。さあ前回ね、底虫村編が終わりまして続きに行きたいと思います。次がね陰陽編ってやつなんですけど、ちょっとその分岐まで飛ばします。はい、というわけで来ました。一番最初に行くとき、三日月島に行くときですね。でここで C の船長さんにアビコさんについて聞きます。アビコさんってどんな人ですか？アビコさんってどんな人ですか？わしはアビコという男に貸し切りで頼まれたんだが、どうせ村から追ん出された放蕩息子の慣れの果てじゃろうって。え、アビコさんってこの近くの出身なんですか？マリが尋ねた。さあな、なんせあの男に会ったのは初めてじゃ。詳しいことはよう知らん。じゃがさっきのこの船の泊まっちょった村、あの村はアビコ村というんじゃ。アビコって我に孫に子供の子の。僕が聞くと船長はすぐに首を横に振った。いんや、網を引くと書く。引くは難しい方の引くじゃ。アビコ村。 A、 アビコって人とは関係なさそうだな。 B、 昔は大きな漁村だったのかもしれない。 C、 船長もアビコだったりして。あー、ありえるねシンプルに C がなるほどって思ったから C にしてみよう。船長の名字もアビコだったりして。違うよ。あ、違うよ船長違うよって言うんだね答えたのは船長だ。あんな連中と一緒にされたら困るわ。あんな連中、どういう意味だろう。しかしあんたらも物好きだな。あんな島に、それもこんな日に行くとはの。こんな日？今日は何かあるんですか？船長は僕の顔をまじまじと見つめた。あんたたち本当に何も知らんようだな。今日は、船長は顔をしかめると言った。かまいたちの夜だ。やっぱそれは変わんないんだね。僕とマリア顔を見合わせた。でもそれってゲームのタイトルじゃ。しかし船長は答えてくれない。A、なんだろうこの胸騒ぎは。黙り込む船長に不吉な予感を感じた。B、何も無視することはないだろうに。黙り込む船長を不愛想だと思った。C、気分でも悪いのかな。黙り込む船長の顔を覗き込んだ。覗き込もうぜ。気分でも悪いのかな。僕は黙り込む船長の顔を覗き込んだ C ですね。船長は薄ら笑いを浮かべている。え、怖っ。何も知らずに。急に寒気が襲い、僕は身震いした。どうかしたの？マリが不思議そうな顔で僕を見た。いや、何でもないんだ。僕は自分に言い聞かせるようにそう言った。何？お、陰陽編。陰陽っていうぐらいだからね、やっぱ陰陽師的な話なんだろうけど、そんな怖い話になるのかな。青い顔をしていた小林さんはとうとう立ち上がると船べりからゲーゲーやり始めた。僕は小林さんの背中をさすりながら自分の吐き気と戦っていた。この辺前回と一緒ですね。マリの前では吐くのはあまりにみっともない。彼女が吐いてからならまだしも。しかし彼女は平気な様子で次第に近づいてくる島影を見つめている。最初に目についたのは内湾の入り口に立った二つの塔だ。先端が地の雫のように赤かった。船は塔の横をこするほど近くを通る。高波が塔に伸びた無数の手のようだ。その先端にある深紅のものは鳥だった。翼を広げた赤い鳥のレリーフだ。なんでもスザクとかいうもんだそうだ。スザクの目、目の色になりしとき行事を訪れるとかいう伝説もあるが、わしらあれを低い鳥と呼んどるよ。どういう意味です？マリが聞き返した。知らん、赤いからだろう。昔から、大昔からそう呼ばれとるんだ。なんと単純な。A、だがその言葉には僕を納得させるだけの力があった。 B、 納得できなかった僕は船長になおも質問した。 C、 僕は豊富な知識の一端を披露しようとマリに言った。いや C はね、かまいたちシリーズ大体うまくいかないパターンなんで、これ B でいこう。 B、 納得できなかった僕は船長になおも質問した。赤いから低い鳥って、それじゃそのままじゃないですか。何か理由があるんでしょ？だから知らんと言っただろう。今肝心のところなんだ。くだらない質問に答えてる暇はない。船がひっくり返ってもいいのならいくらでも答えてやるよ。とんでもない。
どうぞ相談に専念してくださいませ。内湾に入ると海に向かって突出し、半ばまで水没した小洞窟が見えた。大きく開いた怪物の口のようで不気味だ。じっと見つめていると魂が吸い込まれてしまうのではないか、そんな錯覚すら覚える。僕は思わず目をそらした。そこから鳩場まではすぐだった。船が接岸したのを見届けると、マリはピョンと桟橋に降りた。僕はヨロヨロとその後に続く。もう嫌だ。本当はこんなところ来たくなかったんだ。船長に担がれるようにして上陸した小林さんは、勝手なことを言いながらその場に伸びてしまった。どうしたの、トール。顔色が悪いわよ。マリは信じられないようなセリフとともに僕の顔を覗き込む。僕はマリの手前、意地になってこらえていたが、その言葉を聞いた途端、緊張の糸が切れた。桟橋から海を見下ろし、したたか吐く。と。ん？ああ。なんて言うんだっけ、あれ。桟橋の柱近く、絡みつくように数十枚の紙片、紙片が波に揺れていた。紙片は人型をしており、大きく文字が書かれてあった。文字は波に現れ、滲んで読めない。あれは人紙じゃ。船長が言った。人紙？マリが聞いた。アビコ村の昔からの風習でな、50年に一度、くじを書いた人紙の、人型の紙を海に流すんじゃよ。A、一体どんな風習なんだろう。 B、どうして50年に一度なんだろう。 C、くじってなんだろう。確かに A かな。一体どんな風習なんだろう。僕は船長に聞いてみた。昔この地方には人柱、つまり生贄の風習があったそうだ。それが鎌倉時代あたりからくじを書いた紙で代用するようになったと聞く。くじってなんだろう。僕は船長に聞いてみた。くじというのは、神仏の力が宿ると言われる、九つの文字じゃ。当然のことのように船長は言った。わしの役目はここまでじゃ、達者でな。そう言って船長は船を出した。なんか船長もなんかね、知ってそうな感じだよね。三木本さん。いやあ、久しぶり。このクルーザー半年前に買ったんだ。すごい、すごいテンポできたね。まだローンは始まったばかりだけどね。見せびらかそうと思ってきたんでしょう。僕へと三木本さんは快活に笑った。三木本洋介さん。彼も例のシブルの一案に居合わせた一人で年は確か30代。フリーのカメラマンです。送迎船を断ってわざわざ乗ってきたんだ。どうだい？君たちも乗せてやるよ。A、本当ですか？お願いします。僕は三木本さんに言った。B、どうしようかな？僕はちらりとマリを見た。もう乗せてもらった時になんかさ、怪しいなんか見つかりそうだから A にします。A、本当ですか？お願いします。僕は三木本さんに言った。いいよ。でも後でだ。やがたでみんな待ってるよ。誘っといて。三木本さんは先頭に立ってスタスタと歩き出した。古びたトンネルをくぐり、しばらく進むと、朽ちかけた神社があった。毎回出てくるね、この神社。お、なかなかいい雰囲気だな。ちょっと寄ってこう。三木本さんは返事を待たずに境内に向かって歩き始めた。もう勝手だな。きっとカメラマンの血が騒ぐのよ。私たちも行きましょう。中がまた違うんだろうね。最新竹見なかったの神。竹見なかったもみ？あれ？トル君は知らないのかい？名前ぐらいしか。なら、風神雷神の風神といえばわかるかな。ほら、風袋を背負った鬼みたいな。もうこれまでと一緒ですね。風邪薬のコマーシャルのあれですね。トル君らしいね。その通りだよ。ついでだから御神体も拝んでいこう。三木本さんは社殿の扉を開けた。いいんですか？勝手に開けちゃって。この様子じゃ宮司もいないだろう。構わんさ。三木本さんはそう言って、ずかずかと中に入っていった。僕たちもその後に続く。正面の木の杭に奇妙な釜がくくりつけられていた。これがこの神社の御神体だよ。
この鎌が？そう。これは内釜といってね、武見の何たかの神の神座は全国どこへ行っても鎌と決まっているんだ。へえ。僕たちは、なぎ釜に手を合わせると、神社を後にした。なぎ釜ね、これまでなかったね。小高い丘の上まで来ると、壁に囲まれた C 字型の奇怪な館が見えてきた。あれだな。三木本さんは最初両手の親指と人差し指で長方形を作り、それを通して景色を眺めては、ふむだの、よしだの言っていた。やがて我慢ができなくなったのか、背負ったバッグから一眼レフのカメラを出した。そこかしこをフレームに収める。僕たちは丘を下り、館へ向かった。また来ました。館を囲む高い壁の前にまでやってきた。なるほど、これなら逃げられないな。黒い壁の写真を写しながら三木本さんは言った。逃げられないってどういうことですか？あれ、君たち知らないのか？この館は元監獄なんだ。え？僕は耳を疑った。A、監獄ですか？ B、看護婦ですか？ B で行こう。看護婦ですか？え？みんなに睨まれた。A、反省してうつむいた。B、ここでもう一押しボケておこう。B、看護り？つまり寒い日に冷水を浴びて願いをかけるあの？冷水以上に冷たい視線が僕に浴びせかけられた。 A やめればよかった。 B こんなことで負けてたまるか。 B わかりました。大韓民国の略称のことを言ってるんですね。それは韓国だろ。三木本さんが大きくため息をついてから言った。ダメですよ。あ、違う、ダメですよ。マリが言った。下手に突っ込んだら図に乗りますから。 A、いくらなんでももうやめよう。 B、こうなったら後戻りはできない。 B、そうか、腸骨、座骨、恥骨の3つが融合した骨のことですね。何なんだそれは。こめかみに血管を浮かび上がらせながら三木本さんが言った。いや、だから寛骨なんですけど、ちょっと分かりにくかったですか。すでにシャレでは済まない段階に入って、あ、三木本さん赤くなっちゃった。 A、もうダメだ。 B、それでも続けようと決意した。もうここまで来たら B、韓国脱退なんちて。じゃあ韓国でスタイっていうのはどうです？それなら原告早退。三木本さんの顔色がみるみる変わっていった。それでも僕はやめなかった。冷や汗を流しながら20分ほど続けた時だ。ローマ帝国参勤交代、僕が言った。すると三木本さんが全くの別人の声で叫んだ。己のようなアホでは贄にもならぬわ。三木本さんの背後から赤い煙のようなものが立ち上がった。ああ。それは醜く老いたミイラのような老人の姿となって天にも昇っていった。と同時に三木本さんが地面に崩れた。僕と小林さんが慌てて駆け寄り抱き起こす。小林さんがピシャリと頬を叩いた。三木本さんが目を開く。ここはどこだ。三木本さんは不思議そうな顔で周囲を見回した。話をよく聞いてみると、どうやら三木本さんについていた悪霊が落ちたようなのだ。陰陽っぽい話だ。それが全てのきっかけだった。あれ終わる。島で一緒になった誰かが噂を広めたのだろう。一夜を島で過ごし、家に帰った僕はいつの間にか除霊ができると評判になっていた。何人かの人間についた動物霊やら悪霊やらを僕のジョークの力で払った時には、僕は霊媒師としてすっかり有名になっていた。新興宗教シャレの教えの道の教祖となった今、僕はマスコミに引っ張りだこだ。全国命令媒師年間ベスト10の1位にもなった。先祖の悪しきカルマを断ち切ってあげたことがきっかけで、マリとも結婚することができた。まったく幸せってやつはどんなところから来るのかわからないものだ。今ある幸福をじっくりと噛みしめながら、僕はそう思った。うん。うん。
はい、戻ってきました。看護婦、あ、すぐ戻っちゃった。A の監獄、普通のやつをね、選びます。監獄ですか？そんなことは聞いていなかった。監獄なんて、孤島の洋館というロマンチックなイメージとは程遠いではないか。でもどうしてこんなところに監獄を？マリの疑問に、三木本さんはシャッターを切りながら答えた。法的な施設じゃないんだ。見てごらん。そう言って三木本さんが門の上を指さす。そこには五芒星を中心とした家紋のようなものが刻まれていた。あれは家紋ですか？そう、岸猿家のね。ここは明治の頃、この地方の旧家で男爵にまでなった岸猿家が建てた施設監獄なんだよ。それを聞いて僕は、A、岸猿家、B、施設監獄、C、男爵芋を岸で洗う猿が施設として韓国へ向かった。もういい。これ B、施設監獄作るってやばくない？そもそも。B、施設監獄？僕は思わず聞き返した。しかし誰から何の反応もなかった。何事もなかったかのように話は続く。なんでだよ。岸猿家は大変な財産家だった。もともと古くから続く名家だったんだが、明治になってさらに栄えるようになった。そして紡績事業を始めた岸猿家は、大きな工場を建設し、各地から何百人という奉公人を集め、安い賃金で雇ったんだ。そうして雇われた奉公人たちは加藤と呼ばれ、奴隷のようにこき使われた。加藤？家のうさぎと書いて加藤さ。つまり家畜同然の扱いを受けていたというわけさ。そして逆らった者はこの監獄に入れられるんだ。死ぬまでね。なるほど。それじゃあこれは監視塔だったのね。あそこから囚人が脱走しないか監視していたんだわ。塔の先端を指さし、マリが言った。中庭だ。三日月館は2階建てで、円環の一部を描いたような構造になっている。バームクーヘンの一部を食べてしまったみたいだな。小林さんが的確な表現をした。初めて見る館の様子を興味深げに眺め、あちこち写真を撮っていた三木本さんは窓に目をやって、あれ？という顔をした。あれ見ろよ。三木本さんが指さした方を見て、僕たちも初めてそれに気がついた。館の先端の窓の両側に草切り釜が取り付けてあるのだ。草刈り釜か。何かしらあの釜、まるで風でも切ろうとしているみたい。マリの言葉に三木本さんがうなずいた。正解だよ。あれは風切り釜だ。風切り釜か。僕は仕事柄日本中を飛び回ってるからたまに目にするがね。そうやって三木本さんはカメラに収めた。昔風は悪いものとされていた。横島な風と書いて風と言うだろう。悪い風がもたらす認識だったんだ。風だけじゃない。悪い風が吹くと災いが起きると信じられていた。風の神という邪神が風に乗ってやってきて人々に不幸をもたらすというわけだ。こうした言い伝えが残る地方では草刈り釜の刃を風が向く方に向け、竹竿にの先につけて庭先に立てたり屋根に取り付ける風習がある。これを風切り釜というんだ。風切り釜の風習は日本中に広がっていて、特に暴風の吹く地方に多い。つまりこの島には強い風が吹くってことさ。クソ忌々しい風が。三木本さんはなぜか怒ったようにそう言うと空を見上げた。でもさっきのバッドエンドでなんかもう多分悪霊的な何かがいたんだろうなってちょっと思っちゃったけどね。A、何か嫌なことでもあったみたいですね。僕は三木本さんに尋ねた。B、僕は三木本さんの自然をたどり空を見上げた。C、僕はとりあえず先を急ぐことにした。あ、視線たどってみる？ B、僕は三木本さんの視線をたどり空を見上げた。あれほど晴れ上がっていた空を灰色の雲が少しずつ、まるで僕たちに気づかれるのを恐れているかのようにじわじわと浸食していた。窓の下には尖ったスパイクが数十本逆さまに植えられていた。誤って落ちでもしたらゾッとして思わず後ずさる。多分囚人が窓から飛び降りて逃げるのを防ぐためよ。ああ、マリか。マリの口調はこの状況を結構楽しんでいるようだった。館を見ているうちに僕は奇妙なことに気がついた。この館って島のミニチュアになってるんじゃないのかな。あ、そうか。大きな声を上げたのはマリだ。
館が三日月、島も三日月、二つの塔も湾の中で見たものね。ほんとそっくりだわ。マリが僕を尊敬の眼差しで見ている。15点ぐらいは僕の点数が上がったはずだ。なるほど。ということはあの泉には何が対応するんだろうな。僕たち4人は泉に近づいた。中庭の中心には直径3メートルほどの小さな泉がある。キャッ、ゴキブリ。マリが悲鳴を上げた。違うよ。小林さんが笑う。あれはフナムシだ。灰色の虫の群れがザーッと僕たちの前から逃げていく。フナムシだとしても気持ち悪いけどね。確かにゴキブリそっくりだ。フナムシは磯に生息しているんだよ。こんなところでも生きていられるなんて大したものだな。小林さんは感嘆しきりだ。A、僕はフナムシを手に取ってみた。B、僕は水を舐めてみた。どっちもやだな。どっちもやだ。でも水になんか秘密あるかもしれないから B にしてみる。僕は水を舐めてみた。ひえ、しょっぱい。そうすると、これは海そのものを象徴しているのかもしれないな。三木本さんが言う。僕は異を唱えた。船の上から見たんですけど、湾の中央には半ば波に隠れた洞窟があったんですよ。あ、この泉はあれを意味してるんじゃないのかな。あ、そうか。マリがはしゃいだ声を出した。もしかしたら、ここと洞窟がつながっているのかもしれないわね。そうかもしれない。泉の底は見えず、どこまで深いのかわからなかった。僕たちは中庭を抜け、館の玄関にたどり着いた。ノックしても誰も出てこない。あれ、扉を引くとあっさりと開いた。奥から談笑する声が聞こえてくると。はい。というわけで、ちょっとこれからね、誰がいるのかと。で、キヨさんが出てこないっていう感じなんで、ちょっとあれなんですけど、一旦ここで切りたいと思います。というわけで、また次回お会いしましょう。プライムが喋ってました。バイバイ。